こんにちは、チョメです。スカーレットの人はサザンドラ、バイオレットの人はトラパルト、イベントが始まりました。今日は星5の鋼のサザンドラの倒し方と、このイベントの始め方、星4の倒し方など、まあいろいろやっていきます。インターネットにつないで X ボタン、ポケポータル、不思議な贈り物、ポケポータルニュースを受け取る。スカーレットの人はサザンドラ、バイオレットの人はドラパルトみたいです。私ドラパルトをずっと探してたんですけど、全部サザンドラでした。公式見たらね、スカーレットの人はサザンドラ、マジかと思いましたね。正直欲しかったです。私もドラパルト、まあ不死音なんでね、普通に何でもいけると思います。まあ、ニンヒアの破壊光線一発でも OK です。夢特製ニンヒアですね。で、相手特殊攻撃がどんどん上がってくるから、特防が強いポケモン星5とかだったらね、挑むのがいいと思います。で、星4だったらもうこんな感じにね、どんどん倒してテラスタルのやつ全種類集めるみたいな感じでいいと思いますね。バイオレットの人いいですね。ドラパルトの何テラスタイプ全てソロでこんな感じに集められるじゃないですか。スカーレットはサザンドラ使えればいいんですか。ドラパルトの方がなんか使われてる気がするけど、はい、こんな感じですね。報酬は以下の通りです。ちょっと星ごと合わすところも見せますね。今回も効果抜群のパックだったから、ちょっと普通と今一つのやつもちょっとこれでいけるのか確かめます。星4のノーマルです。リアリータイプのやつはね、効果で普通です。これはね、嘘泣き入れて破壊光線でいいと思います。特防がガクッと下がった。いや、あとちょっとだけ削ってもらわないと少し残っちゃいます。だから待ってましょう、少し攻撃するの。この後ちょっと瞑想、あ、これで OK ですね。削ってくれたから破壊光線これでワンパンです。あれ、ちょっと削ってないとほんと残っちゃうから、これでなんていうんだ、効果抜群じゃない敵は普通にすぐゲットできます。すぐ破壊光線打ってみてください。本当ちょっとゲージが残って勝てるんですけど、めんどくさくなっちゃう。まあ、でもあまり気にしなくていいと思いますよ。本当星4の場合はハラバリーのバラバラチャージ連打とかでもいいと思いますし、まあ、実際やってないから分かりませんけどね。星5のサザンドラは鋼でした。これはね、コライドンでいきます。正直鉄のカイナとかでいいです。格闘タイプの技のやつ。ただスカーレットしか持ってなくて、そのポケモン持ってないよっていう人もいるかもしれない。なのであえてコライドンを使ってみます。達人の帯を持たせております。コライドンだったら普通にレベル100とかにしてる人もいますでしょ。もうこんな感じにたくさんあるからね、嫌な音当てます。一発で倒せなくても削って倒せますから全然大丈夫です。叩きつける、なんかかっこいいよね、嫌な音。これ嫌な音3回当てれるよね。当たらなかったっていうのもあるのか、外しちゃう時もあるから、よく左下のコメントは見ておかないといけない。特攻がぐんと上がったとか恐ろしいことになってる。やられちゃう、やられちゃう。2回ですね、叩きつける。いや、当たらないのは運がいい。これ嫌な音2回打ってからもうバン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 削ってもいいかもしれないけど、めんどくさいからもう嫌な音は3回当てる。頑張って、でその後によしやるよ。あ、なんか運がいいな、叩きつけるしか相手使ってない。じゃあアクセルブレイクを使います。アクセルブレイク、達人の帯も持ってる。はい、サザンドラこれでワンパンですね。皆さんやってみてください。ちょっとコライドン見せますか、どんな感じの振りにしてるかって。嫌な音を3回当ててアクセルブレイクです。で達人の帯を持たせる。ちょっと努力値の振り方を忘れちゃったからね。あと私のコライドン今レベル98です。だから炎と毒は多分星4でしか出ないと思うんですけど、ニンヒアじゃなくて適当にね、なんか勝てそうなやつを出して多分負けることはないと思うから、
まあ、このコライドンでもいいかもしれないですね。星5の報酬はこんな感じになっております。鋼が星5だったから。今相手が鋼タイプで私が格闘で攻撃したから達人の帯を持たせてるみたいな感じですね。効果抜群の時技の威力が少し上がるです。でこれが攻撃と HP ぶっぱにしてました。で使える技がこんな感じです。アクセルブレイクと嫌な音があれば OK です。でなかったら思い出すで、この中にあると思うんでね、ちょっと思い出して見るみたいな感じですね。で星4はまあこの金作用のニンフィアで普通に行けましたんで、ちょっとニンフィアを使ってみました。特防も結構高いので、まあ、ほら適当です。これあの金作用のニンフィアなんでね。技に関しては嘘泣きと瞑想と破壊光線に関して技マシンの入手場所まとめとかに出しているので、まあ、再生リストで探すか検索したら出てくると思います。特性フェアリースキンですね。こんな感じです。あ、持ち物はね適当に隠密マントっていうのをつけてるけどね、他のフェアリータイプの技の威力が上がるやつとか装備させておいた方がいいかもしれませんね。フェアリーも格闘も今一つなので、ちょっと毒だけ紹介。もうこれはね、もう腹張りのパラボラチャージ連打で OK です。他のでも星4だからね、普通に倒せると思います。好きなポケモン使ってください。毒に効果抜群のポケモン、まあ、地面タイプの技でもいいですし、エスパータイプ。あ、こいつ浮いてるからダメだ毒もしかしたら地面効かないかもしれない。味方がもう普通に倒してくれる。こんな感じに特にこだわらなくてもいいかもしれない。でも私が攻撃したのか、パラパラチャージ2回目、メトロノーム持たしてるから威力が上がってるんですよね。あ、2回でこれか。案外私ミンフィア最初星4紹介したんですけど、このなんて言うんでしょう、地面とか電気とか草以外はパラバギちゃんで OK かもしれません。こんな感じにね、ちょっといろいろね紹介してみました。ではご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。一応最後ハラバリちゃんの努力値とか技だけ見せて終わりますか。倒しました一応こんな感じです。メトロロームも足して、もう努力値とかはこんな感じです。これ HP ね下げて防御上げたりとか特防上げたりとか、これ敵によっていろいろ変えますけど、パラボラチャージだけ覚えてれば OK な感じで、特性は電気に変える。まあ覚え方とか入手場所に関しては他に動画を出してるので、まあ検索してもらえれば見つかると思います。最後に補足です。星3は技の構成がこのようになっておりました。レベルが45。星5に関しては悪巧みに変わっておりました。使える技はこんな感じです。では失礼します。雪が綺麗ですね。